休みになります。さあ本日のゲストは竹財輝之助さんです。どうぞよろしくお願いします。そして西野美希さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速ですね、VTR 見ていただきましたけども、お二人はお米好きですか？大好きです。よかったです。西野さんも。私は今までダイエット目的であんまりお米を食べてなかったんですけど、最近お米を食べた方が痩せるっていうことに気づいて、なるほど、毎朝食べてます。よかったです、はい、そんなお二人に今日ぴったりのものをご用意しております。 VTR にもありましたアコメア東京さんおすすめの青天の霹靂、そしてホーリンレブハッシーさんのおすすめタケノコの山椒です。ご用意いたしました。どうぞお召し上がりください。やったぜひぜひお召し上がりください。いただきます。いただきます。はい、お二人ともお召し上がりください。あ、めっちゃいい香り。はい、スタジオにもいい香りが漂っております。あ、確かにお米の香り違うな。あ、いい香り。お米だけいこうかな。はい、いただきます。うまっ。違いますか？普段。違いますね。おいしい。おいしいね。もちもち。お二方とも、もうご飯だけでも進む勢いですけども、お米だけで十分です。本当ですか？やっぱりこれ何もいらないかも。でもせっかくなんで、ね、はい、せっかくなのでハッシーさんおすすめの、はい、かけちゃおう。かけていただいてもオンザライスですね。西野さん召し上がってますが、うん、たくさんめちゃくちゃ美味しいですね。タケノコの香りがすごくいいし、お米に合いますね。それで朝ね食べれたらいいですね。美味しい。これいい香りだな。竹財さんもいただいてください。おいしいわ。お口にたくさん、ね、お米が広がってますね。はい、こちらはですね、あの山椒の方なんですけれども、和のテイストになるように山椒とタケノコ、カツオと昆布の出汁で炊いたということで、あのお茶漬けにもぴったりなんだそうです。合いそうですね。ちょっとした甘みがまたいいですね。いいですね。ね、ご飯にもお茶漬けにもなるということですね。おいしい。山椒が爽やかでいいですね、うん、おいしい。あっさりしていて好きですね。これいくらでも食べれるぞ。よかったです。止まらないですね。お召し上がりください。はい、西野さんもお召し上がりください。お米から、はい、お米とさっきとやっぱちょっと香りが違う気がするな。はい、なんかもっちり感も違いますかね。違うよ。あ、違いますか。あ、全然違う、ね。本当ですか。しっかりしてますね、お米が。しっかりしてる。ホタルイカも、はい、塩辛もあるので、ぜひぜひ。おいしい。はい、たくさん見ていただきましたけども、竹財さん印象に残ってるものありますか？おいし、お米のこと何も知らなかったなと思ってます、うん、今ブレンド前、ね、ありましたよね、はい、職人さんの技感動されてましたけどね。すごいです、うん、なんかお米だけでいいなって思ってます。そうです、ね、おかずいらねえなと思うぐらい美味しいですよ ね。西野さんいかがでした？いや、私もお米についてそんな考えたことなかったんですけど、食感も味も全然違いすぎて、私あの食べ放題のご飯10杯いけるかもしれないですね。はい、ね、今女性でも2、3杯といましたからね。それぐらい美味しかったですね。はい、さあ早速こちらはですね、 VTR にもありましたけども、コシヒカリとコシイブキをブレンドしたもので、青山本店の店舗で購入することができます。そしてもちろんご飯のお供もございます。春を感じるご飯のお供をご用意いたしました。こちらです。はい、では早速どうぞお召し上がりください。いただきます。はい、スタジオ中にいい香りが漂ってますけども、竹財さんも西野さんもお米から、本日3杯目ですけども、うん、違いはまた違うな、これちょっとあっさりしてますね。炊き方でもお米のね、こうブレンドの仕方でもまた変わってくるんですね。すごいな、お米の後味も全然違いますね。違いますね、うん、これかけよう。アヒージョの方もいっていただいて、アヒージョ、米にかけたことないな。なかなかこの組み合わせ珍しいですよ ね。 珍しいですね。エビの香りがすごい、うんうん、はい、美味しそう。うん、うまっ。いただきます。西野さんも、うん、なんだこれ、今までにない
組み合わせですかね、はい、こちらなんですけども、このアヒージョはガーリックの香ばしい香りと甘みが特徴の静岡名産の駿河湾産桜エビが相性抜群ということですね。アヒージョってこうお米になかなかねこう合わせることなかったですからね、うん、おいしい、はい、たくさんご飯が進んでいらっしゃいますけども、このエビの、はい、うん、エビがご飯に入り込んですっごい合いますね。美味しいですね。キュッとね、うまみがね詰め込まれてますけども、何にでもよく合うそうなので、乗せるだけで簡単に楽しめるのがいいですね。さあ、ぜひ極上のご飯とともに食卓で春を感じてみてはいかがでしょうか。はい、この後は竹財さんから素敵なお知らせです。続いて4月から6月生まれの皆さんがこちらです。4月は竹財さん、はい、そして西野さんですね。一緒ですね、はい、明日は気が緩みがちな日です、大丈夫かな仕事中は緊張感を保つよう心がけ、うっかりミスを防ぎましょうとのことです。よかった、でも明日休みなんで。よかった、はい、よかったです、よかったです。僕明日長距離移動もあるんで気をつけます。気をつけてくださいそして続いては7月から9月生まれの皆さんです。さあ、そして竹財さん、ドラマもいよいよ佳境に入ってきましたけども、はい、はい、ぜひぜひ皆さんにお伝えしたいことがあれば。はい、そうなんです、ありがとうございます。部長と社畜の声はもどかしい第11話があさって16日水曜深夜0時30分から放送です。みんなでワイワイ仕事してきたあの頃にはもう戻れないのかなって。事業縮小、それぐらい一人でこなせるようにならなければ困る。社畜恋、この会社を守りたい。謎の感染症によって離れ離れになってしまう中村ゆりかさん演じるまるちゃんと、僕が演じる定時部長、さらに会社にもピンチが訪れてしまいます。そんな時2人は会社のために何をするのか、そして2人の恋の行方はどうなるのか、物語も残すところあと2話です。ぜひ最後までご覧ください。はい、ありがとうございます。気になりますね。はい、こちらですけども、あの役を、ね、演じられていて大変なところもあったと思うんですけども、はい、あと2話皆さんにぜひ見ていただきたいですね。ぜひ最後までよろしくお願いします。はい、お願いします。竹財さんが出演する部長と社畜の恋はもどかしい第11話は水曜深夜0時30分からです。ぜひご覧ください。さあ、今日はお米の特集をしまして、夕ご飯の前なんですけども、お腹いっぱいになりましたけどいかがでした？まだまだ食べれます。あ、まだまだいけました、はいはい、あのね、放送には乗らない部分でもたくさんお二方食べていただいてですね、こちら並んでおりますけども、一番印象深かったのは竹財さん何でしょうか？僕やっぱりあの青天の霹靂がすごいインパクトあったんで、うん、名前のままインパクトがあった感じですかね、はい西野さんいかがでした？私もお米ってすごいなってすごい思って、うん、お家に炊飯器ないんですよ。あ、なので買おうと思いましたねなかなかこの機会にね。そうですね、なんか炊飯器もあの少し少なめで入れたりするとまた滞留するとかねおっしゃってましたから、うん、また違った楽しみ方もできるかもしれないですよね。美味しかったな本当に。こんなにもお米って違うんだなって感動しました、ね、スタジオで 3種類食べていただきましたけど、うん、どれも違うとね感想いただいておりましたから、うん、美味しかった。ありがとうございました。はい、本日のゲストは改めて竹財輝之助さん、そして西野美希さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後は夕方プライトです。また明日です。